不倫もうはだから文性化格だ。にも全部持ってる。体の相性占い、不倫占い。ずーっとやってたね、毎日。怖い。怖くていい。いつのタイミングで見んの？怖くていい。寝てるとき？怖くていいから。踏みとどまろうとも思わなかった？踏みとどまろうと思ったよ。じゃあなんでだよ。どうすんだよ、あの子。寂しかったの。寂しかったじゃない。大人でも寂しいとか思っちゃいけないんですか？いけないよ。いけない、思ってもいいかもしんないよ。でもやっちゃいけないことはあるよね。メイが一番なんじゃないの？なんであなたの欲求が一番なの？自分が一番じゃないよ、もう。家庭持ってるんだから。やっぱり、不倫という上田さんみたいな印象ありますけど。いや。率直に、不倫はありですか？なしですか？いや、まあ、ありかなしかと言ったら、それは、やめた方がいいとはいつも言ってるんですけども、だから、まあ、三角でいいんじゃないですか。不倫をされてしまった奥様の気持ちは、石田さんはどういうふうに思いますか？あ、だから、人を傷つけない不倫は絶対ないと思います。率直な疑問なんですけど、幸せにならないのであれば、もう不倫はなしっていうことにならないですか？いや、だから、もちろん、個人的にはやめた方がいいと思うし、逆の言い方すると、その結婚生活をものすごく、こう、ね、成功させてる、幸せにやってる人は、大したもんだと。もう尊敬に値するって。これは、その不倫は文化発言の時に、これを言ってるんですよ。でも、そこカットされてるからね、全部。だから、ちゃんと結婚生活やってる人は尊敬に値するし。まず、江戸時代に不倫がバレた場合だけど、結論から言うと、死罪になるわ。江戸時代は、建前として妻の不倫は許されていなかったわ。妻のってことは、不倫相手は良かったんだな。そうね、そして不倫がバレると厳しい処罰が待っていて、結果、一家を巻き込む騒動になったわ。一夜の過ちが大事になるのは、いつの時代も変わらないんだな。不倫された夫は、不倫した相手を殺していいと定められていた。殺されても相手は何も言えないよな。実際、妻を寝取られた武士が現場を押さえた場合、その場で不倫相手を切り殺していたらしいわ。官報2年のくじ方を定め書きでも、不倫した妻と相手の真男は死罪とされた。男はラバに乗せられて支柱を引き回しの上、斬首した首を刑場で3日間晒す獄門。女は、斬首の刑に処されることとなったわ。